おはようございます。おはようございます。本日令和去年1月24日でこちら三河安城南の交差点でこちらが南線こちら境駅東駅でそちら外丸とよろしくお願いします。私愛知県知事候補の山下俊介です。山下俊介です。よろしくお願い申し上げます。安城ですね、私ですねこの令和元年にありました、国際芸術祭愛知トリエンナーレ2019表現の不自由展というのがありました。でここでですね公金を使い公共の施設愛知芸術文化センターの8階でどんな展示が行われたか。昭和の御代の天皇陛下のご神鋭昭和天皇様のご神鋭肖像がバーナーで燃やされね、で燃え殻を足で踏みつける映像が、行われたわけです。でこれを行ってきたのは誰か。責任者愛知トリエンナーレ実行委員会会長、ね、こちら安城大村秀明愛知県知事が天皇陛下のご神鋭肖像を燃やす映像を展示これを責任し現在まで担っていると。私は当初から大村知事は即座に知事を辞めるべきであるとこのように強く訴えてきたわけです。訴えてきました。ね、で私これこの度2月5日投票日で愛知県知事選挙があります。私立候補しております。投票所に行くとこちら山下俊介と書いてあります。ぜひ私ですね一票お願いします。私これ我が国日本に軸足を帯びて我が国日本の歴史に自らを投射し確固たる国家間で愛知県政を担っていくということでいかにですねいかにねこの何て言うんですかね、まあ、技術的というかですね、まあ、そういった県政を行うといってもですね本当の軸足がですね きっちり日本になければこれも都道府県で市区町村全ての議会また首長にそういった資質が求められる当然と思います。ここ日本です。日本でですね令和元年身の回りに天皇陛下のご神鋭肖像を焼いてくる知事がおっていいのかとこんな味でいいのかと本番的に間違ってんだろうとこういうことです。で皆さんのご家庭でもですね自分のご先祖さん写真燃やすそんな金属がね一家を今日やってたらどうなるんだといかにですね他のことが良くても根本的な問題からですねそれが時を経てですねその一家の一族のね崩壊につながるとこれは容易に推測できるわけです。ということから大村知事が令和元年やってった天皇陛下のご神鋭を燃やすということがですねこんな時に我が国日本ねご家庭ならその一家
そして一族、私たち日本民族がこれを崩壊につながるということは容易に類推できるわけです。時を経てですね、ではこう私たちこういった空気、こんなような地位がね、いてくれちゃ困るんですよ。大村さんのような地位が根本的なもんですよ、ね、皆さんのご家庭で自分のご先祖さんをバーナーで燃やして踏みつけるような、ね、親族がいて、その親族が家督の継ぎだったら他のことが良くてもダメでしょう。違いますか。俺もう3期目です。よく聞くと長いっていう人がいる。大村さん、いずれやめますよ、ね、20年も30年も死ぬまで地位やってるわけじゃない。今もう不必要なんですよ。今ね、16年目言いません。私はこれ習近平って言いますね、チャイナ共産党、あれが15年目です。で、大村氏が16年目、リンクしとるね。非常にチャイナ、あの逆さぶちゃぶちゃやってるチャイナ共産党とですね、親和性が高い愛知県政。あのね、あのチベットや東トルギスタン、誰も初め侵略されると思ってなかったんですよ。誰も、ね、気がついたら今どうなんだと。内臓は生きたまま取られる、天然の義務がない、ね、強制がたい、強制斬首、強制的に官民党と結婚させられる、ね、自らの国旗を捕まる、ね、強制収容所で弾圧や暴力を受ける、こんな未来、この現実のようなんですよ。これね、現実なんですよ。ですから、ね、そんな未来にならないように、私たちはですね、愛知県知事になったら、県民国民の皆さんが、また、子々孫々、ね、100年も200年も、きちっと愛知県が日本にある、愛知県から日本を守る、愛知県を守る、日本を守る、こういった施策を打ち出して、ね、5年後、10年後、20年後、50年後、100年後とですね、我が国日本、愛知県が日本をですね、牽引していくと、こういった政策を打ち出して、まだ一人、日本人の皆さん、国民の皆さん、ね、日本民族の皆さんのためにですね、身を挺して、頑張っていくと、これは強い思い、まあ、指針はありません。ですから、国民の皆さん、県民の皆さん、私、愛知県知事候補、山下俊介です。2月5日、投票日です。愛知県知事選挙の、ぜひ、私に率直に申し上げまして、投票してください。裏切るようなことはありません。私はですね、日本を裏切る、日本民族を裏切るということはありません。ありません。ね、国民の皆さん、県民の皆さん、共にですね、愛知県から日本、断固守り、再建していこうではありませんか。私はこの日本の根本的な問題、ね、大村知事が、これも有志ら初めてですよ。なんで身を回りの令和元年にですね、ご即位から3ヶ月後、行幸啓から金城陛下が愛知が初めてだった2ヶ月後に、どういう神経で、天皇陛下のお写真、ご神鋭がですね、燃やすことが
京都と安城の皆様、安城の皆様、いいんですか、ね、私は大村知事は即座に知事を辞めるべきだと、日本なんですから、ここは共にですね、日本守ってまいりましょう。私は身を挺して、ね、日本守ってまいります。愛知県守ってまいります。そのためにですね、いろいろと分析してできるのはできるだけのできる、愛知県でできる施策を打ち出し実行してまいります。え、我が国日本、愛知県がより良き未来、そして全ての世代の県民国民の皆さんが希望を持って、ね、生活していける社会、世の中を本当に作っていかなければならないと強く思っているわけです、ね、経済成長もさせていかなきゃならないんです。少子化、孤独死的なのならない、日本民族の少子化と言ってます。出ないと将来、ね、移民国家になったらダメなんですよ。ヨーロッパみたいになったらダメ、違いますか。治安がぐちゃぐちゃで女性が一人で夜中出歩けないような日本だっていいですか。私は今遅くない、やればできる日本人、そうだですね、頑張って愛知県、我が国日本を守り再建していこうじゃありませんか。私愛知県知事候補の山下俊之介です。頑張ります。2月5日の投票日、愛知県知事選挙の投票日、ぜひ山下俊介に投票をお願いします。頑張ります。頑張ってまいります。よろしくお願いします。山下俊之介です。